他には何か来てる？次いきますか。それにしようかな。ペンネーム未来さんから質問です。大学4年生ですが、群馬の会社に就職を決めました。関東とはいえギリギリ田舎感が否めない群馬県ですが、皆さんは田舎暮らし、地方暮らしを許容できますか、とのことですね。お便りありがとうございます。そもそも、あ、誰から行くこれ。あ、アドミンさんから。じゃあ田舎暮らししたことない、ちょっとアレルさんからでいいじゃん。田舎暮らししたこと、まあ、田舎暮らしも、はい。え、田舎暮らししたことないよね、多分。でもアレルさん、まあ、そもそも出身沖縄じゃね。田舎なのか分からんけど。分からんだ。田舎じゃない。まあ、田舎か、どれが田舎か分からないけど。沖縄の、まあ、沖縄がどんなもんか分からないけど。それ。まあ、田舎か。田舎は、ちょっと、きついよな。楽しいのかな。楽しいのかな。楽しいのかな。てんてんてんに込められた今の。やばかったな。悲哀感。絶望感する感じだ、今。まあ、まあ、俺もそんなに、田舎に住みたいかどうかって言われたら、あれだけど、俺たちの仕事だったらちょっと、まあ住んでも別に悪くはないけど、そこまで、俺は東京に出てきて思ったのは東京が便利すぎて、なんか田舎には帰りたくないなって思っちゃうぐらいの便利さ。俺ね、もともと田舎、あの俺の360度家の周り、田、はい、あの田んぼってくらい田舎だったの、はい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 、一番近い建物は神社だったから、で、幼少期、例えば中学生くらいまでは正直田舎でも全然楽しいよ。田舎なりの遊び方があるんよ。ああ、はい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 。そう、なんか小学生だってさ、別に竹やぶ1個あればもう遊び場やん、それが。まあ遊びますね。水基地だってできるし。できるし。まあ鬼ごっこもできるし。何でもできます。あったら蹴鬼もできるしね。何でもできる。だから幼少期だったら正直田舎も都会もそんなか、なんなら田舎の方がちょっと自由度高いまである。うん。でもそれいいよね。田舎と。それは。で、ただ、二十歳越してくると、やっぱそのお酒が飲めるとか、そういう、なんだろう。大人の遊び。そう、行けるとこが増えるってなってくると、東京の方がやっぱその、何？コンカフェとか、もう秋葉やな、コンカフェとか、あの、おしゃれななんかバーとかだったり、うん、まあ、その、隠れ家的なお酒飲めるお店とか、なんかいろいろ選択肢がめっちゃ増えるやん。はいはいはい、都会だと。だから、その二十歳越すと絶対都会の方がいいとは思う。幼少期に関しては田舎でもいい、楽しかった。幼少期逆に田舎の方がいいんじゃない？なんか遊ぶとこたくさんあるし、まあ、カラオケとか行くってやつも基本的に、まあカラオケくらいだったらあるし、ね、うん、カラオケしかなそうです。なんだなことはない。いや本当にカラオケしかないですよ。カラオケとボーリングしかないよ。そうです、大体遊ぶとカラオケとボーリングですよ。いや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 、他に何かありました？アドミンさん、車持ってればサバゲーム行けたし。いやそれはまあ一番あったな。幼少期にやらん。エアガンの撃ち合いしかせん。エアガンの撃ち合いしたなぁ。ゲーセンもあるしね、一個。ゲーセンってもうこれモーリーファンタジーとかしかないでしょ。いや、モーリーファンタジーとセガがあったんですよ、世の中に2つ。で、あの中学生くらいになってモーリーファンタジーからそのセガに移行する、あーしますね、段階がそのみんなその別々っていう。あ、お前まだモーリー派みたいな。ちなみにモーリーファンタジーって何ですか？あの子供用のゲーセンみたいな。そうね。ファンタジーあんのかな？裏名前知らないだけで。複合施設とか、いっちゃイオンとかによくこう入ってるゲーセン、ね。あんまりゲーセンらしいゲーセンってよりは、なんかなんだろうな、クレーンゲームとか、太鼓の達人とか。メダルゲームかな。あとはメダルゲームがそんなにない。しょっぱいメダルゲームならあるけど、あ、そう、しょっぱいメダルゲームがたくさんあるイメージ、うん、なんか最高の払い出し、なんか画面上では15枚ぐらいで、なんか5枚ぐらいコイン入れたら80枚が狙えるかなくらい。あー、あのなんかちっこいやつ、ちっこいやつ、なんかボタン連打してねみたいな、何のために連打取られてるのかわからんけど。連打ゲーか。アーベフ鳴らした。そう、かのやつとか金魚すくいか。ああ、そう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 、ああ、そうそう、金魚すくいとか、そうそうそう。あれ本当に連打して効果あんのかな、わからん。検証してみる。検証してる、誰か検証動画 YouTube 探したら普通にありそう。あるだろう多分、うん。ちなみに群馬ってどれぐらい田舎なんですか？多分
なんだっけ、噂でよるとパスポートがいるという。なるほど。群馬帝国ですか。群馬帝国。群馬帝国。割と普通に栄えてるんじゃないかな。都市部というか、なんていうんだっけ。本当ですか。精霊都市。なんていう。日本語思い出せんわ。その県の首都みたいなところ。県庁所在地。県庁所在地。県庁所在地だっけ。県庁所在地でやってるよ。中心の県のあれっていうか、そう、前橋的な、前橋だっけ、今は前橋ですね。とかは普通に栄えてるんじゃない。県庁所在地とかは結構ありそうだね。ただ端っことかは結構あれかもね。でもその今お便りよこしてくれた人ってもう決まってるよね。群馬はちょっと未開の土地なんでよくわかんないです。群馬の会社に就職を決めましたって書いてるから、決まってるっすね。どうやら決まってる。まあつまりゾンビランド社がぐらい、あの謎に包まれてるところって聞いてるね俺は。さっきから黙って聞いてればって。もしかして群馬人。群馬人だ。やべえ、群馬帝国が攻めてくる。侵略してくるぞ。群馬人。どこまでバカにすると怒るんだろう。群馬なんであんなバカにされてんだろうね。しかし完全にインターネットのおもちゃとかしてるわけですけれども、結構前から群馬はいじっていいみたいな風潮ある。ネットに完全にインターネットミームになっとる。なんで群馬あんなに。群馬以外にもたくさんあるくない。あるんだけど、なんか群馬がこうあれになっとるんよね。やっぱ帝国だからかな。ほらそうやって。それかなんかあれなんじゃないの、パズドラでもなんかあったじゃん。なんか何それ、パズドラでなんかさキャラクター出たじゃん、群馬コラボみたいなやつ。へえ、何それ。そんなんで、あれかで群馬のゲームがあったじゃん。確か侵略の群馬だっけ。そう、絶対めちゃめちゃ前にあったよね。あ、なんか絶対戦のせいで。近い目の前目の前、終わった。それは甘えすぎでしょ。もう一人、近い、横、130リットル。こっちだ。なんで、覚えろ、あと。また、100入れてる。なに、な？わた？なんがしないんですか？ゲッポイントありがとうございます。ありがとうございます。マジ何しに来た？ああ、じゃあ。もしかしたらあれなんじゃない？なんだったら。やっぱ群馬帝国の侵略してきた。侵略してきた。きた我を忘れて。近くが来たの。群馬怒りの特攻。じゃんじゃん来ますよ。ここから始まるんや。ここから始まる。これは始まりに過ぎなかった。やばい。アンチや。アンチ入りに行こっかこれ。こっちの方がいいか、奥まで行こっか、この T ピンとかまで行った方がいいよね、多分。上まで行っちゃう。ここでもいいな、ここか、あ、高台いいね、高台行こっか。ビーコンらしいね。端で動いた方が。左いるわ。ここ下るわ。近所に群馬の一部らしい。なるほどね。なんか怪しいものここで作られてるけど大丈夫。研究所。研究所って何なんだ。群馬帝国の研究所。一つの国家だからな。そろそろこれ以上バカに振るとマジでアンチが生まれそう。群馬県民の柴原アンチが生まれてしまう。研究所か、2時間数とか研究してんのかな。はい、もうアドミンさんアンチ生まれた。面白い、さすが有国とか出るから。アドミンさんこれ、あ、忘れてた。2時間数。ライン超えた。これはライン超え、2時間分はライン超え。2時間超ライン超え。あ、思ったより南行ったな。もう一回ここをマップって見るか。うん、そうね。ここです。ここ強いな。ここかどっちか取りたいな。Let's go this way。ここの方が取りやすそうかな、場所、僕らの位置的に。そうだね。どこへ行った方がいいのかな。いやでも坂だしな。坂ないよな。だけど手前がめっちゃ強そうだね。
こっち側肩も込むよね。うん、あそこのこのあれでいいか。あバス強いね。ポータル上がってるからまあ後で後取りでいいでしょ。うん、いやー道抜けそう。いやー抜けそう。あーどうしよう。先はもう張り行く張り行く抜いていいんちゃう。抜けるんだったらそれを起点に戦ってくれるやろ。抜けそうってそういうことか。詰めてるか詰めてるっぽいな。あーワンダー入った。あれトラックまでポータル張る。なんか右側か。なんなら1個前出れるの。マジもう普段入ってる普段入ってる普段入ってる。あれがあれがあれが孤立ですね。こっちが見ないと。ここレイフ激ロ激ロ。ここ激ロ左激ロ生身50入ってる。ここ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 潰したい。ここ潰したい。それ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 50入れてる。死んだかな。死んだ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 。でこっち側も多分こけてるはずなんだよな。いやこけてないわ。一旦僕ここで戻るよ。こっち側頭1個出せる。ここ頭1個出てるから。パス目パスパス目レース150に。待って待って待って俺丸返しが強い。パス150にナイスキル。一人80入れてる、ブラハ。右一人絶対孤立いるからそれ刺されないようにね。右孤立いるね、ここ。パス150にまた。構わなくていい。バッテリーケチってたけど無限にあるやん、僕忘れてた。ウルトで最後こっち探すから。オッケー。右上振り笑った。55 25レース15ちょっと見てきて。当たってる。オッケー、ナイス。詰めてくれ。パス手前。パス150パス150詰めるよ。パス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 生身17。これウルトウルトウルト入ってる。パフタン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 。もう一枚もう一枚もう一枚マックスバル一回コク。うん入ってる入ってる入ってる。もう入ってる。通弾じゃない今通弾。あのミスだ。お前レース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 ここ巻いてる。レース巻いてる。まだ撃ってない。一人も来てない一人も来てないよ。右からスバル欲しい。あーせここ割れた割れた割れた。110 110時間ピピ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 ピナイフナイフ GG。 最後ボルトでよかったな。ナイトーナイトー。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。